クッキーから作って。そんなの簡単ね。わかったわよ。うまくいくかわからないけど。何これ、何に使うの？これなら使える。生地が何をしたっていうのよ。やり方を見てなさい。こうやって伸ばすのよ。そして丸く切り取ってオーブンの中に入れるの。これでクッキーができるのよ。うまくいかない。あ、そうよ。クッキーって丸いから生地を切ればいいだけだと思う。あとはスキットレズ、私も食べたいな。あら、すごいじゃない。私のクッキーはどうかしら。あら、完璧。あら、そう、私のクッキーは本当に完璧なのよ。プロが作ったってすぐにわかるでしょ。すごいお家。あ、そういえばスキットルズは私も使うわ。最後はシュガーパウダー。これでお家が雪で覆われてるみたいになったでしょ。信じられないわ。あ、火事になっちゃったみたい。早くクッキーを出さないと。まだ助かるかも。あー、もうどうしようもできないみたい。これクッキー？こんなの食べられないと思う。こっちはどうかな。あ、クッキーのお家だ。綺麗、そして美味しい。ほっぺが落ちちゃいそう。このお家の勝ち。やっぱりね、私はプロだもの。ハンバーガー食べたい。早く。バーガーなら私でもできるわ。あ、やっぱり。これってひき肉？あ、そうよ。代わりにチョコペーストを使うわ。いい感じになりそう。綺麗。他の二人はどんな感じかな？すっごくいい匂いね。でも焼かないといけないのよ。そうすれば完璧ね。おばあさんは何も知らないみたいね。ハンバーガーなんかパパッと作れちゃうの。すごいじゃない。でもハンバーガーで一番大切なのはジューシーなハンバーグよ。ひき肉をもらうわね。あとはハンバーグを焼くだけ。あら、何をするつもりなの？落ち着いて、大丈夫よ。マシュマロを焼いてハンバーガーをグレードアップさせることにしただけ。今度はグミの番。バンズで挟んで上から押すのよ。こんな感じ。どう？どうせ一番美味しいのは私のハンバーガーよ。ほら見て、ベーコンも入れるわ。肉は多ければ多いほどいいわよね。ソースと野菜とチーズを入れれば完成。何層にもすれば美味しいハンバーガーになるのよ。あ、美味しそう。私が勝つわ。私は負けないわよ。慎重に具材を重ねてソースをたっぷりかけるの。もっともっとかけるわ。ほら、素敵でしょ。あと少し。なんだか気分が悪くなったわ。大丈夫よ。見て、私のハンバーガー、すごいでしょ。あ、すごい大きさ。早く食べてみたい。すっごくジューシー。今度はこのバーガー。あ、崩れちゃった。もう一個あるからいいか。おいしそう。食べてみるわ。あ、グミだ。
そしてヌテラ。すごい。でも勝ったのはシェフのバーガーだよ。おめでとう。そんな、ずるいじゃないの。今度はナゲットが食べたいな。簡単よ。おばあちゃん、起きて。ジェニファーがナゲット食べたいんだって。わかったわ。まずはフライパンに油を入れるの。あ、油ちょうだい。ありがとう。なんで出てこないの？振ればいいのかな。ほら。あ、大変。何してるのよ。大切なのは美味しさよ。美味しく作るには愛が必要なの。衣を作るわ。そのためには卵の中にチキンを入れて、その後はクルトンにつけるの。いい感じね。これで揚げられるわ。いい匂い。シェフさん、食べてみたくない？いやよ、私だってやることがあるの。私のナゲットは最高になるのよ。ほら、黄金みたいでしょ。アレンジだって大切よ。魅力的じゃないと。あ、いいこと考えた。一から作るのはめんどくさいから、もうあるものを使って作るわ。チーズとチートスが使えると思う。よく叩いて粉々にしないと。気をつけて。大変なことになっちゃうわよ。うまくいったと思う。どうかな。やった。チートスをかけてフライパン行きね。すっごく美味しそう。妹にあげたくないぐらいよ。ケチャップを忘れるところだったわ。これで完璧。あー、すごい。金のナゲットなの。味は普通。次のも食べてみるわ。あ、こっちの方が美味しい。これは何かな。赤い。あ、チーズだ。勝ったのはこのチキン。やった。私が勝ったのよ。ピザは作れる？食べたいの。そんなのへっちゃらよ。私も食べたいな。ピザ？それなら作れるわ。トマトペーストが必要ね。少し垂らして生地に広げるのよ。そしてチーズ。多ければ多いほど美味しくなるの。邪魔したくないんだけど。見て見て、シェフみたいでしょ。あ、落ち込まないで。これを使いなさい。ありがとう。あ、いいこと考えた。トマトペーストじゃなくてマシュマロペーストを使うの。これぐらい取ってピザに塗るのよ。そしてスキットルズ。カラフルで美味しいスキットルズは最高に合うのよ。あと少しで出来上がり。凡人のピザね。一番美味しいのは私のピザよ。普通の生地じゃつまらないから色をつけるわ。あら、すごいわね。もっとすごいことだってできるわよ。生地を平べったくしたら美味しいトマトペーストを塗るの。イタリアンレストランのピザができるわよ。さあ、次はチーズ。これだけだと寂しいから貝も入れるわ。そしてエビ。美味しいピザの出来上がり。あとは焼くだけね。長い。寝ちゃいそう。あ、出来上がりなの？ What? やった、ピザできたわよ。美味しそう。Yummy. いい匂いね。Huh? いい感じ。さあ、行くわよ。What? 面白い見た目。何これ。貝？こんなの食べたくない。面白い。
スキットレズ？見た目の方が良かったかな。あ、このピザは普通。いい匂い。味も美味しい。優勝するのはこのピザよ。やった、嬉しいわ。私のピザの方が美味しいのに。メガネを返しなさい。ドーナツが食べたい。作ってくれる？やってみるわ。準備ならできてるわ。あなたのためなら喜んで作ってあげるわ。まずは生地を型に流すの。全部埋まらせるわ。そして蓋をして少し待つの。普通のドーナツだとつまらないから、私はカラフルドーナツを作るわ。レインボーにしちゃうの。楽しく食べられるし、一番美味しくできるはず。このラウンドで勝つのは絶対に私だからね。あとは待つだけ。いい気合いね、頑張って。ウェンズデーはどうするの？黒いドーナツが一番美味しいけど、何か物足りないわね。そう、美味しいソースよ。ハンド、手伝って。OK。あら、なんてことなの？怖いわ。ボールを貸して。ありがとう。ここにストロベリーシロップを入れるの。次に注射器を使えば、ドーナツのデコレーションが簡単になるわ。いいこと考えた。あら、それは何？赤い液体じゃないの。ただのイチゴシロップよ。びっくりしたじゃないの。楽しかったわ。さあ、今度はデコレーションに取り掛かるわよ。最高なソースとコーティングで、綺麗だし美味しいのよ。なんだかおかしいわね。私の素晴らしいドーナツは出来上がったわよ。あとはシュガーパウダーをかけるだけね。昔ながらのレシピだけど美味しいのよ。ほら、見なさい。悪くないわね。いいニッド、見て。私のドーナツの方がカラフルで可愛いわ。お料理が得意なのね。トッピングもかけたい。あれ？開かない。すっごく硬いわ。開いてよ。あら、まあ、これでもいいと思うわ。世界で一番美味しいドーナツの出来上がりよ。ほら、お食べ。全部美味しそう。このドーナツ、面白いわね。食べてみようっと。美味しい。気に入ったわ。このドーナツはどうかな。なんだか普通。わあ、すごいいい匂いがする。食べてみようっと。おいしい。全部おいしかったけど、優勝はもちろんこのドーナツ。どうやって使えばいいの？パスタが食べたい？作って。ちょうど水が沸騰したわ。すぐに作っちゃうわよ。茹でるだけで美味しいパスタができるの。私の水はどうかな。熱いと思うけど。ハンド、こっちへおいで。確認してちょうだい。沸騰してるみたいね。やけどした？してない？熱かった？それなら茹でてもいいわね。イーニッドはどうするのかしら。私は自家製パスタを作るの。あ、小麦粉まみれだけど大丈夫。楽しいわ。これでよし。本場のパスタを作っちゃうわよ。そのためには卵とお塩が必要ね。さあ、混ぜるわよ。簡単ではないけど、美味しいパスタを作ってみせる。
もちろん個性も出すわよ。もちろん生地に色をつけるの。そうしたらパスタまでレインボーになるわよ。綺麗な紫。他の色も伸ばしていくわよ。そして今度は切るわ。さあ行くわよ。綺麗な形でしょ。あとは待つだけ。イーニッドは想像力がすごいのね。私のパスタはできたわ。あとはケチャップよ。あら、何も見えないわ。私のメガネが。これ本当にケチャップよね。たっぷりかけないと。開けないといけないの。貸しなさい。あら、汚れちゃったわ。これは間違いなくケチャップよ。あ、もうちょっと気をつけないとね。笑わないでちょうだい。うん、うっ。私のパスタはできたわよ。私もお皿に移すけど、なんだか物足りないわね。ハンド、こっちへおいで。パスタをデコレーションするわよ。イカの墨はぴったりね。黒色で食べ物が台無しになったことなんてないわ。おいしいパスタにするのよ。だいぶ良くなったけど、なんだか物足りないわ。そう、赤色。ケチャップをかけるわよ。これでも十分素敵だけど、目玉グミも乗せるわ。あら、それは何？ベンズで言ったら。何ができたの？すぐに食べたくなるレインボーパスタよ。食べてみな。これ、なんだか変。食べたくないけど食べるしかないよね。やっぱりまずい。あ、このパスタは食べたい。おいしい。Okay. このパスタ、すっごく綺麗。味もすっごくおいしいわ。優勝はこれ。やった、私が勝ったのね。準備をしないと。甘くて美味しいドリンクが飲みたい。ハンド、準備はいい？さあ、始めるわよ。なになに？見えたわ。飲み物を作ればいいのね。始めてもいい？まずは酸っぱい飴を用意するの。すっごくいいこと思いついちゃった。見て見て、型に入れるわよ。すっごく綺麗でしょ。あ、終わっちゃった。さあ、オーブンに行ってらっしゃい。ちょっと温めるわよ。できた。今度は冷ますわ。そして型から出すの。すっごく綺麗なコップになったわ。今度は M&M's を色ごとに分けるの。見ててね。綺麗でしょ。そして美味しいの。コップに移して、今度はスプライトを入れるわよ。甘くて美味しいカクテルの出来上がり。生クリームはみんな大好きよね。トッピングもしたら可愛くなったわ。そして小さいストロー、最高でしょ。私は大好きな孫のために体にいいセロリシェイクを作るわ。あら、大変ね。まずそう。そんなの気に入ってもらえないと思うわ。大好きな孫のための健康にいいシェイク、出来上がりよ。素敵だし、ビタミンたっぷりなのよ。セロリの葉っぱとストローで飾り付けをしたらもっと素敵になったわ。No. ハンド、コップ。
ストロベリーシロップにつけたいの。何を入れようかな。スプライトでいっか。もちろん着色料を入れてよーく混ぜるわよ。いい色でしょ。ハンドも手伝って。オッケー。あら、びっくりしたじゃないの。どっか行って。ハンド、急いで。ありがとう。生クリームは使えるわね。脳みそみたいにできるけど、赤いシロップと雲と目玉もいいデコレーションになると思う。ちゃんと見てて。これで完璧ね。私のを飲んでみて。きれい。このカクテルを飲んでみるわ。おいしい。これは何？こんなの飲みたくもない。こっちは飲んでみるわ。おいしい。え、このコップ食べられるの？酸っぱい。でもドリンクは美味しかったわ。優勝はこのカクテル。もっともっと飲む。やったー。